ミッドガル八番街ステーション最終列車、最終列車終点スラム7番街列車墓場駅到着予定はミッドガル時0時23分難しい。墓場に向かってるの？現れそうな二人組が普通の列車に乗ってるんだね。これだから終電は参るよ。はあ、なんか変な輩がいるぞってなってるのかな。寝てるじゃん誰か。ごめんよちょっと気分が変なもん食ったからかな。あのミッドガル名物のプレートピザ電車呼びじゃなくて子供じゃねえんだ。じっとしてろよ。ごめんよちょっと気分が。同じもの食べてみんなお腹痛めてる。危ない。あそこのお町ビックスまだ列車の非常警備体制に移行してないみたいだな。明日はそうはいかないだろうけどな。今どういう状態なんだろう。アバランチで名を上げていつこれだってす。でクラウドさん俺にも明るい未来が待ってですよね冷たい言葉しかない。何を期待してるのがまだいいかな。これ今までずっと人生脇役って感じで来てきたっすよ。でもアバランチに入って星の命を救えばこんな俺でもいろいろとね。こうこうみんな夢を持ってこの。おお誰か来た。頼みますよ他のお客さんの迷惑になりますから。あこっちに来んなとなんなの。この人たちがちょっと変な集団だっていうのは分かってるってことなの。そっと捨ててくれてるのかな。ねクラウド一緒に見ない。ミッドガル列車路線図ディスプレイ2人で見ればきっと楽しいと思うの。私説明してあげるね。私こういうの好きなのよ。爆弾とかモニター画面とかハイテク関係。へえ。おさあ始めるわよ。おお。これが魔法都市ミッドガルの前景フレームモデルね。ほうほう。さっきのいた場所ね。スケールはだいたい1、10、100、1000万。1万分の1ってとこかな。上のプレートは地上から約500メートル離れてるの。へえ。プレートを支えてるのは中心の大きな円柱と各クッカーに建てられた柱。柱は機械塔とも呼ばれてるわ。ひそひそ。爆破した1番マコールが北の外れにあるの。そこから順番に2、3、8番マコールまで8つのマコールをミッドガルの電力供給を支えてるのよ。うん、やっぱいっぱいあるんだね。それぞれの町には名前もあったんだけど、ミッドガルに住む人は誰も覚えちゃいないよ。名前なんかより番号で呼ぶの。そういうところなのよ、ここは。ふう、次はこれ。ほら、見て。私たちが今乗ってる列車のルートがこれよ。こう、こう、光ってるやつかな。ふんふんふん。墓地に向かってるんでしょ。はい。プレートを支えてる大きな柱に、螺旋状にレールが通ってるの。今の柱はちょうど真ん中あたりね。こうこう。各通過ポイントには ID 検知エリアが設置されてるの。乗客すべての体に何から全部。新ラビルのホストコンピューターと連動してチェックされちゃうわけよ。ひそひそ、私たちはどう見たと新人物だから偽 ID で通過してるの。おお、バレた？うわ、そうすればね。この光が ID 検知エリア通過のサインなの。暗くなるから痴漢が多いの ID 検知エリアは。まあそれはさておき、もうすぐ地上に帰れるってわけ。なんだかホッとするわね。目がチカチカするな。大丈夫かなこれ。あ、目がチカチカしたっす。同じ感想だわ。これ暗いのダメっす。苦手っす。いやこんなの定期的にされたらちょっと怖いでしょ。スースーむにゃむにゃバレて奪ってんじゃねえぞ。立ちながら寝てる。話せる？そうだクラウド、今度私の手作り作品をプレゼントしちゃおうかな。好意的にいる？楽しみにしてるよ。うん、じゃあよりに腕によりをかけてドッカンと制作するわ。お、ビルは地上が見えてきたぜ。昼も夜もね俺たちの街がよ。ミッドガルのプレートさえなけりゃな、でっけえ空が拝めんのんだ。空が覆われてるの？空中に浮かぶとしか落ち着かない風景だな。はあ、あんたがそんな風に感じるとはな、意外だぜ。上の世界、プレート都市。あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることか。下の世界は今じゃ汚された空気の溜まり場だ。お前
まけにマコールはどんどんエネルギーを組み上げちまう。おかげで土地は枯れる一方だ。空気をきれいにする力もなくしちまった。どうしてみんな上へ移らないんだろう。さあな、金がないからだろう。いや、それともどんなに汚れていても地べたが好きなのかもな。分かってるさ、好きでスラムに住んでるやつなどいない。みんなこの列車と同じ、敷かれたレールには逆らえないんだ。格差社会の中の地下に今いるってことなのかな。なんかじゃ工業地帯って感じだな。着いた？墓地に着いたのかなこれ。今のは空中だったの？さっきのカップル出てきた。親子みたいなのもいる。ミッチとビックスとジェシー、バレッタと、みんなぴょんぴょんして出てくるね。親子連れどこ行っちゃった。クラウド、おーみんな集まれ。おい、話せる？長い間駅員をしてますとね、いろんな人生の場面を目撃することになります。出会い、別れ、喜び、悲しみ、少々のことじゃ驚きません。いつ頃からですかね、お客さんと私の間に見えないレールを敷いてしまうんですよ。お客さんの人生には立ち入らないようにね。私なんぞはただの駅員、そういう言い方が楽なんです。それでもね、心の踏み切りが痛む時はありましたよ。戦争中のことでしたね。あれ、あの頃は辛い場面が多かったです。いや、その話はまたの機会。よう、クラウドさんよ、あんたも聞いとけ。はい。今回の作戦は成功だ。だがな、気を抜くなよ。本番はこれからだ。あんな爆発でビビるな。全部破壊していくんだろうな。次はもっと派手にかますぞ。結構晴れだったよ、さっきのも。アジトに集合で行くぞ。どんどん行っちゃう。お、反対も行けちゃった。オッケー、今から自由行動になっていくらでも敵にエンカウントするのね。また後で行けるようになるのかな。とりあえずこっちをかけよっか。行けないよね。行けない行けない。いやでもあの規模の爆発って結構すごいことやったって感じだよね。今夜は返さないよ。ね、どっかで休んでいこう。でもこの辺り列車、列車墓場しかないし、お化け出るっていうし、しまった。え？今夜は返さないよ。え？え？しか言わないじゃん。お、セーブポイント。誰だこの人。お、びっくりさせちゃった。お、おっとっと。あ、なんてこと、邪魔しないでくれよ、たくん。ん？あんたも見に来たのか？上で爆弾テロがあったんだってよ。この柱がぶっ飛んだら、このスラムも終わりだからね。まあ、心配するだけ無駄だったな。な、見てみろよ。いつも見てもどでかい柱だな。これ？これが中央の柱になるのかな。これで支えてるって言ってたよね。あ、そっか。これがあるせいで下にいる人たちは空が見えない生活っていうこと？スラムって言ってたのがこれかな。ほら、なんだか素敵で不思議な場所だろ。俺の場所だが、たまに見に来てもいいぞ。じゃあな、兄弟。優しい、この人。バレット、おい、クラウド、こっちだ。はーい。立ち入り禁止。めっちゃ日本語。立ち入り禁止って書いてある。アジトに入るのかな。あー、さっきのお母さんたち、無事だったんだ。え、危なくない？すんごい今、爆撃みたいな音したけど。誰か入ってたの、中に。追っ払われちゃったの。お、あ、今の女の人見たことあるよ、なんか。お、めっちゃ走り回ってる。ペコペコしてる。え、あ、はい、動けるのね。なんか肩叩きしてない？爆弾じゃない。爆発、爆発、すっげえアバランチ、かっこいい。前の人は何？大丈夫？ねえねえ、知ってる？興味ないの、知らないよ。知らないよ。ニュースの速報が入ったのよ。上で爆弾テロがあったっていうじゃない。それもマコールの爆発。これがどんなに大変なことかわかる？ねえ、クラウドもうちょっと興味持った言い方できないのかな。
興味ないね、わからないよ。わからないよって言っとこう。事情通の私に言わせればね、ミッドガルの電力が麻痺しちゃったらコンピューターとか信号とかいろいろ止まっちゃうじゃない。経済的損失は、10億ギルはくだらないし、それにたくさんの罪なき人々が死んだと思うんだよ。爆破が真夜中だったからまだいいわ。眠ってた人はそのまま目が覚めないだけね。あ、そんなに人死んでるの？そういう感じ？とにかくマコロの爆発でミッドガルは大混乱らしいの。あ、そうなんだ。あれはさ、なんだろう、結構私人里離れたところにあるのかなと思ったけど、そんなに近くで寝てる人とかいるってこと？マジか。この人もポカポカしてるじゃん。みんな肩叩きしてる。ふう、酔っ払っちゃった。手作りカクテル美味しいんだもんな。きついんだもんな。前の人は誰？入ってるの？全くよ、今年はどうなってんだがよ、さっきまでずいぶん長く停電してたから妙だと思ってたらよ、上で魔航路爆破テロが起きたって言うじゃないか。酒が食らいながらニュースを見てりゃよ、突然店を出される。たまんねえよな。酒飲みかけだったのによ。ああ、感情もまだだ。どっから出てきたんだろう。さあ、もうだいぶ寄り道したけど、アジトに行かなきゃかな。さっきの女の人とかまだ見たことなかったぞ。よし、先に入ってろ。はい。お、父ちゃん、父ちゃん、父ちゃん。別の人？誰？父ちゃんって泣いてる？ほらマリン、クラウドに置かれなさいわ。知ってるよこの女の子。おかえりなさいクラウド。作戦はうまくいったみたいね。バレたとは喧嘩しなかった？お、なんか喋り方がフランクになってるクラウド。え、喧嘩はしてないでしょ。我慢した。ふん、クラウドも大人になったのね。子供の頃はすぐ喧嘩だったのに。お、ティファ知ってるぞこの女の人。名前は変えずに行きましょう。今日は勉強するためにやってるからね。よかったみんな無事で。後ろにいるマリンちゃんは？マリン。お父ちゃんって誰？お父ちゃん帰ってこなくて泣いてるの？クラウドがお父ちゃんじゃないよね。そんなことある？教えて。あー、仕事の後の一杯は答えらんねえな。ヒック、クラウドさんも一つどうですか？もらっとく？そうだな、もらおう。元ソルジャーでもここじゃおめえも新人だ。新人にとっては先輩に言うことは絶対だからな。もらったお酒。あ、クラウドさん、ティファちゃんの料理って美味しいっすね。あ、ティファちゃんが作ったのこれ。全然見えないけど。でも聞いてくれます？何を？冷たい。何を？ティファちゃんっていつも俺に料理の味見させるんすよ。おかげでほら、俺こんな丸っこくなっちゃって。嬉しいやら悲しいやら、美味しい料理とお酒が評判のお店は繁盛してるんですけどね。ティファちゃんはこのお店のスタッフさん？ジェシー、うかつ、なんだかドキドキしてる。なぜなの？大丈夫？めっちゃ酔ってない？結構ね、顔見たことあるキャラクターどんどん出てきてる。一回入れようか。来た？来た！パレット。父ちゃん、あ、この人が父ちゃんね。よかったよかった。クラウドがお父さんかと思った。ティファとクラウドの間の娘さんかと思っちゃったよ。父ちゃんお帰り。よかったね、帰ってきてね。バレットご苦労様。あ、バレットのお嫁さんとかじゃないよね。おう。お父さんだったのか。お前ら会議を始めっぞ。たくましいね。えっ、アジトにもなってるんだ。おお。あ、自由に動かせと。話すティファ。どうぞ座って。私だってちゃんとお酒ぐらい作れるようになったのよ。お客さんだってティファちゃんの作るお酒美味しいよって言ってくれるんだから。なんかこの子あざといな。ねえクラウド、気分はどう？普通さ、どうしてそんなこと聞く？なんでもない。ただ疲れてないのかなって。疲れてるでしょうね。あんな爆破したんだから。みんなのところに行ってあげて。あ、促されてる。はーい、わかりました。行きましょうか。ヒロインなのかな。さっきの花屋さんの女の子も気になるけど、めっちゃバンバン言ってるけど、なんなんなん。おお、
バンバンやってる。おいクラウドさんには聞きたいことがあるんだ。今日俺たちが戦った絵にソルジャーがいたのか。ソルジャーってどういう職業なんだろう。いや、いなかった。それは確実だ。随分と自信たっぷりじゃねえか。もしソルジャーと戦っていたらあんたたちが生きてるはずないからな。強いってこと？自分が元ソルジャーだからって偉そうに言うんじゃねえよ。怒った怒った。クラウド、てんてんてん。おお、大丈夫？確かにお前は強い。おそらくソルジャーってのはみんな強いんだろうさ。でもな、お前は反乱組織アバランチに雇われてる意味だ。シンラの肩を持つんじゃねえ。シンラの肩を持つ。俺はあんたの質問に答えただけだ。そっか、シンラの人間だったってことだよね。おお、俺は上で待っている。報酬の話がしたい。金のために俺はここにいるんだぞっていう態度で来てる。待って、クラウド。ティファ、そんなやつ放っておけ。どうせシンラに未練たらたららしいからな。黙れ。俺はシンラにもソルジャーにも未練はない。でも勘違いするな。腰の命にもお前たちアバランチの活動にも興味はない。じゃあなんでここにいるんだ。めっちゃ怒ってるじゃん。みんなには謝っておくね。ジェシー、話せる。プレジデント死んだ。一番魔法炉破壊事件に関してアバランチと名乗る組織から犯行声明が出されています。うるさいな。声明によるとアバランチは今後も同様のテロを続けることを予告しております。しかしミッドガル市民の皆さん安心してください。我々シンラカンパニーはこのような暴力から皆さんを守るためにソルジャーの投入を決定しました。これでソルジャーっていう強い人がいるってことで。父ちゃんかっこいい。大丈夫。ち、お、報酬かよ。金のためにやってんのかと怒ってんのかな。クラウドさん、興味ないとか言いながら俺に話しかけてる。クラウドさん、本当は友達が欲しいんすね。ね、そうなんでしょう。やっぱり興味ないにしてて。やっぱり、ひどいな、冷たいな。冷たいね、クラウドはそういうキャラなんだろうね。この人話しかけれないのかな。話しかけられなさそうだな。上がりましょうか。ティファちゃんとクラウドはどういう関係なんだろう。もともと何かしらの関係があるのかな。誰か来る？お、上がってきた。おお、ティファだけ来た。クラウド、お願い、力を貸して。ティファ、悪いけどさ、星が病んでるの。このままじゃ死んじゃう。誰かが何とかしなくちゃならないの。バルトたちが何とかするんだろう。俺には関係ないさ。ああ、本当に行っちゃうんだ。可愛い幼なじみの頼みも聞かずに行っちゃうんだ。幼なじみなんだ。ん？よく言うぜ。悪いんだ。よく言うぜって言ったら話聞かせてくれるかな。よく言うぜ。約束も忘れちゃったんだ。約束？やっぱり忘れてる。思い出してクラウド、あれは7年前よ。何歳なんだろう、この人たち。お、綺麗。子供の頃なのかな。ほら、村の給水塔覚えてる？思い出した。ああ、あの時か。ティファなかなか来なくてちょっと寒かったな。なんか可愛い恋バナみたいなのを聞いてるイメージ。可愛い。お待たせ。めっちゃおめかししてきてるじゃん。子供の頃なのかな、これ。7年前って何歳なんだろう。怖い、ブラブラしてる。なあに話があるって。俺、春になったら村を出てミッドガルへ行くよ。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。俺、ソルジャーになりたいんだ。強いから。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。セフィロス知ってるぞ。セフィロフス、英雄セフィロスか。英雄になりたいってこと。角だけ見えてる。ぴょん。うん、ソルジャーになるのって難しいんでしょ。
しばらくの間村には戻れないな、きっと。笑ってるの？泣いてるの？うん？大活躍したら新聞にも載るのかな？頑張るよ。ねえ、約束しない？あのね、クラウドが有名になってその時私が困ってたら、クラウド私を助けに来てね。はあ？私がピンチの時にヒーローが現れて助けてくれるの、一度くらい経験したいじゃない？はあ？いいじゃないのよ、約束しなさい。分かって約束するよ。やばい、なんかニヤニヤしちゃうな。いいな。流れ星流れた。思い出してくれたみたいに約束。俺は英雄でも有名でもない、約束は守れない。やさぐれちゃってる。でも子供の頃の夢を実現したんでしょ、ちゃんとソルダーになったんだもの。だからね、今度こそ約束を。おお、登ってきた、ゴリラじゃん。おい、ちょっと待って、ソルジャーさんよ、報酬？約束は約束だからな。ほら、金だ。おお、バレットのへそくり1500キロを手に入れた。こんなしけた報酬冗談じゃないな。喧嘩売ってる。え、それじゃあ次のミッションあるのか。倍額の3000で受け合ってもいい。なんだと？いいからいいから。ひそひそ、人手に困ってるのが本音でしょ。う、残りのへそくりはマリの学費だぞ。2000だ。ありがとう、クラウド。でとりあえず今後の方針は決まったっていう感じですね。